皆さん、おはようございます。モコと申します。まあ私はね、普段ポケモンのゲームの世界でね、ポケモンを乱獲しまくっているんですけども、今日は違います。今日はなんと、この大自然の中でポケモンをゲットしようと思ってますので、皆さん楽しみにしておいてください。では僕は行ってきます。ポケモンゲットの旅へ、レッツゴー。ここ絶対いるやろ。この辺水ポケモンとか、あのなんか飛行タイプのやつもいるんじゃね、この辺で。うん、なんか何だろう、スワンナとかいそう。スワンナとかピジョットとかオニドリュウとか絶対いるだろう。ひょっとしたら今回伝説のポケモンにも出会えるかもしれません。いや、あそこにさ、結構でかいの金魚みたいなのがいんの。あれ、アズマ王やろ、完全に。しかも、特性平石やろ。電気タイプを吸収する、あの、夢特性のアズマ王がいる、あそこに。あいつとかゲットしてるな。わかる、あそこに、いいんだよ。闇カラスが。あいつに弓の石投げたら、ドンカラスになりますかね。あの、闇カラスは、あの、いたずら心で特性が。ドンカラスに対して差別化ができるから、意外とアンワーでも戦闘に使えるぞ。ちょっと捕獲してよ、あいつ。あっ、いるじゃん、林亀が。いや、これ何だろう、林亀だ、これ。アレックスかなってことは分かんないけど、ちょっとこれ持っていくか。あれ、全然できない。ちょっと結構耐久力高いんでね、ゲットできないっすね、あいつね。いやー、立派なハーデリアをお持ちのようで、どこでゲットしましたか。これはもう生まれた子ですか。あ、生まれた子ですか。あ、じゃあ卵孵化作業で厳選したっていう、ってことは 6V ってことですか。ね、孵化作業って孵化作業でまず厳選された。なるほど。努力値とかって一体どんな感じで振られてます、うん、何ですか、努力値。努力値、まあ、その結構攻撃力と素早さが高そうに見えるんですけど、それはないと思う。あ、本当ですか。でもってことは耐久寄りに結構振ったんですかね、努力値に関しては。あのさ、ちょっとよくわかんない質問が、はい、ごめんね。いや、全然、いや、本当にちょっと俺、頑張って育成できるように頑張ります。はい、頑張ります。よし、ちょっとね、このミックスルースをね飲んで、ちょっと SP 返していくか。まあ、本当耐久勝負だからね。皆さん見えますか、ここに破刀坊の群れがあるの。ちょっとあの子だと群れバトル一発かましてこようかなと。いつも撮ってこうと思います、あそこに。ちょっと何かあなかなか大自然には人間一人じゃ、並みの人間一人じゃね、叶わないってことが分かったんで、ちょっとこの釣り堀でちょっと魚ポケモンを捕獲しようと思います。あ、おい、これはお前、見ろこの艶のある輝きを。これこそがすごい釣り竿じゃないのか。かつての伝説の釣り師が色違いのギャラドスを釣ったというこの伝説の釣り竿、これじゃねえか。よし、このすごい釣り竿を使って今日はレベル40以上のポケモンを片っ端から釣り上げてやろうと思うぜ。お前ら見とけよ、本当に。餌の釣り方が悪いのか、ちょっと待って、これ本当に難しいぞ。あれ、あれ、これ、大丈夫大丈夫。ヒットした瞬間手首をスナップ効かせてグイッていくから。よし、踏んだ踏んだ。あ、来た来た。うわー、絶対来たって。今確実に手応えあったのに逃げられた。あ、でも分かる。あ、
これあれだ、鱗が針に引っかかってんのこれ、何らかのその衝撃でちょっとこれが引っかかったのか分かんないけど、確実に魚が今ヒットしたのは間違いない。これいけるで、これいけますよ皆さん、マジで次でさ決めれるぞこれ。やるで、ほらちょっとピンと垂らしておこう、ピンと垂らす、来てる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 、おっホイキングを釣り上げた、ホイキングを釣り上げたぞ、糸を、こらお前、こらお前取ったったぞこら、あーやらしたぞ、レベル58のコイキングだこれ、見てくださいこの、この顔ほら、これ見てこれ、やってやりました、私ようやくこのハスのポケモンをゲットすることができました。大切に育成して、もうあのもう龍舞型のギャラドスにしようと思います。こいつは多分こいつね、性格もね多分ね、いじっぱりか陽気なんで性格も一致してると思うんで、もう物理アタッカーとしてもうこいつもうちのもうバー君のエースにね育て上げようと思いますんで、ありがとうございました。ポケモンゲットなんでーす。